さんこんにちは、朝日奈彩です。今日はですね、 YouTube のコメント返しを行っていきたいなと思います。はい、ただね、 YouTube のコメント返しするのもいいなって思ったんですけど、しょこちゃんがミスタードーナツたくさん買ってきてくれたのでこちらの方をいただきながら、コメント返ししていきたいなと思います。はい、なんですが、本当にね、見てこの量、おかしいよね、どう考えても。見て、こんな感じでたくさんのミスタードーナツを購入してきていただいたので、ちょっとこちらをいただきながら、YouTube のコメント返しを行っていきたいなと思います。はい、で今回ね、8月の24日に撮影しているので、今最新で出ている動画が購入品、物欲止まらない最近の購入品っていう動画をね、アップしたんですよ。あのゴルフバッグとかを紹介させてもらったやつなんだけど、これとあとハイブランド、本当に買ってよかったハイブランドの、愛用品を紹介しますっていうので、5つね、ハイブランドのバッグを紹介してるんですけど、その2本、私ね、英語とか海外の言葉わからないので日本語だけに、コメント返ししていきたいなと思います。こんな感じでございます。美味しそう。ポンデリング、いただきます。やば、欲しい、欲しい。チョコレートいいね、やっぱりニキビ確定って感じだけど美味しい、いいね。コメント返しを行っていきたいなと思います。物欲止まらない最近の購入品、昨日も楽しい動画をありがとうございましたってコメントくれてる、こちらこそ動画をご覧いただきありがとうございます。また見に来てね。はい、オールインワンとか、来たところ見たいなって書いてるので、多分以前、出したダラの、ルックブックの方で多分上がってるかなと思うので、ぜひ見てください。可愛くないって言ってるあやちゃんが一番可愛いよ、だってありがとうますます魅力的になっていく、あやちゃん大好きだよ、私もスライスしちゃうけど距離だけは結構飛ばすタイプで、しっかり練習したらまっすぐ飛ぶようになると思います。いつか夫婦でゴルフ行ったよって動画待ってます。そうね、できるようになったらいいよね。なんかね、調子いい時は160から170くらいのヤードを飛ばしたりするけど、まっすぐ行かないから全部右にピューンって飛んでっちゃうのね。だから130、40くらいで、まっすぐ飛べば160くらいな感じだと思う。どれぐらいの距離を飛ばしますか。スライスをしないようにとにかく練習いたします。美味しいね。いや、美味しい、うん、止まんなくなっちゃう。朝日奈ちゃん、スライスを克服したらすぐコース出られそう、ゼクシオだし、きっとすぐスライスは解決するはず。だってゴルフをさ、始めてる方とか、ゴルフやってる方がさ、うちの動画を見てくださる方もいらっしゃるじゃない。なんかそのゴルフをやってどれぐらいでスライスがなくなったのかっていう基準を知りたいの。やってる方とか、これからやり始めたいなって思ってる方、ぜひコメントお願いします。スライスをしっかり克服できるように絶賛日々頑張っております。可愛すぎで早くクイナ見たい。だって私もクイナ見たいって送ろう楽しみだよねって送ろう。朝日奈さん、私服と茶髪、ロングヘアと爪とネイルピアスと首元のアクセサリーと少し濃いメイクとリップ、口紅がお綺麗で可愛くて似合っています、うん、朝日奈さん、購入品どれで負けたらずだな、配信ありがとうございます。私は物欲の全部ってことですね、総称して。すべてだよね。そんなこと言ってくれる？そう言っていただけて嬉しいです。ゴルフも頑張るので、引き続き動画見てください。ゴルフの基本のグリップの握り方、アドレスだけでもプロに教わった方がいいと思います。クラブは結構触れてたので、基礎の部分だけ教わっとけば上達が早そう、ゴルフを応援してます。この間初めてレッスンに行ったんだ、なので基礎から練習して頑張りますと。結婚してるなら結婚指輪しないんですか？しないね。してる時もあるよ、もちろん。してる時もあるけど、仕事中の
時はしてない時が多いですね。このクラブを使ってゴルフ動画楽しみにしております。僕は今ナイキの靴が欲しい欲で溢れてます。わかるわ。ゴルフ動画楽しみにしててくださいね。物欲わかる。まえさんこんばんは。 YouTube の配信楽しみにしていました。ありがとうございます。ゴルフ用品一式遠藤さんとのコラボ動画見ましたよ。ワンピースハットすごく可愛くて素敵だなと思いました。次の配信も楽しみにして待ってます。あ、素敵だね。なんかさ、みんな優しい人たちが多いよね本当にさ。ありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画楽しみにしててください。あやちゃんの口癖がわけなんかな。可愛い何々なわけって言うよね。言うのすごいよ。なんでかしたわけ言うのよ。なんで聞きづらかったらごめんねって感じ。はい、続いて、ゴルフは女子選手の層も厚くなっていますし、ファッションの面でも注目を浴びていますから、そちらでも活躍の場が増えるかもしれませんね。次回の動画を楽しみにしております。ゴルフが、趣味になったら仕事に生きると思うので、そこを目標にしながら頑張っていきたいと思います。はい、続いて、物欲増すの分かります。いっぱい買っちゃいますよねって。買っちゃう。ちょっと我慢しなきゃねって怒ろう。なんかさ、物欲とかでさ、なんかこうストレスとかをさ発散してるのって良くないなって思うのすごく。うん、だからあんまり買わないようにしよう、あんまり買わないようにしよう、あ、買っちゃったみたいな繰り返し、いつも私はね。あやさんがゴルフのアイテムとハイブランドアイテムとネット購入品を楽しそうに説明してくれるとこめっちゃ良かったです。嬉しい。いつも商品説明がうまくてとても分かりやすいです。さすがあやさんですねって。ありがとうございます。購入品紹介大好きなんです。最近は物欲がやばいですって送りました。こんな感じ。続いて、じゃあハイブランドで本当に買ってよかったハイブランドの愛用品を紹介しますっていう動画が、ちょうど8日前、ちょっと変わったコメントとかにコメント返ししてみる、うん、にしようか。買ってよかったハイブランドの小物も気になります。だって財布とかポーチとか買いやすいのでって。確かに今度その企画やりますねって送ろう。うんうんうん、楽しみにしててください。以前香水の動画を出されてて、その動画を繰り返し見ています。その時は冬に使う香水を紹介されていたので、今の時期に使う香水を最新版ということで動画にしてほしいです。ぜひお願いします。へえ、香水ね、やりましょう。わかりました。香水とかもこの香りはずっと使ってるみたいな定番の香りとかも私の中ではあったりするから、冬も使うし今の時期も使うみたいな香りがあったりとかはするんだけど、それでもよければ動画にしていきたいなと思います。男ですが朝日奈チャンネルでザロー知っていろいろ買うようになりました。だってすごい、ね、ザローってむっちゃ良くないですか。いいよね、あのシンプルな感じと、あと素材の質感といい上品な感じがすごく好きで、なんかそれを男性が使われてるっていうところがおしゃれですね。うん、おしゃれなんだけど嬉しい。確かにおしゃれですねって。お風呂とっても嬉しい。ご意見ありがとうございます。成人祝いで娘にバッグ買いたいのですが、どのブランドがいいですかね。だって、いや何それ、すごいね。なんか私個人的にはね、うちは母親がルイ・ヴィトンが好きだったから、なんか私はルイ・ヴィトンのモノグラムとかのアイテムを父親とか母親とかからもらったら、とってもなんだろう、思い出とか印象深く残るから。でもなんかそういう思い出のものがいいよね、うん、思い出とつながるブランドがいいなって思うので、お父さんお母さんが好きなブランドを娘にあげるのも娘はとっても嬉しいと思います、うん、ね、嬉しいと思います、ね、娘が一番欲しいカバンをあげるのも嬉しいけど、でも家族の思いが詰まったバッグの方が年を重ねてきた時もそっちの方が嬉しい気がしない、うんうんうん、ね、の方がいいんじゃないかなって思う。
お母さんが持ってたカバンをあげる、どうですかって送ろう。ビトン重たくないですか？荷物を入れるとなかなかの重さで、私は全然使えてません。クローゼットに眠ったままなのでかわいそうなことに。だって、使ってあげて使ってあげてください。重いものを入れると確かに重くなってしまうので、軽いものを中心のがいいかもですねってコメントしました。カバンもいいんだけど、とにかく顔が強い。だって顔強くないですよってコメントします。返してくれてる人とかいるかな。わあ、返信ありがとうございます。今日休みだったのでナイキの靴買ってきました。だって、最高いいですね。大切に使ってくださいって送ろう。はい、ということで今回は、YouTube の動画、最新の動画ですね、最新の動画の、購入品とお気に入りのバッグ5000の動画に、ちょっとコメント返しを行ってみました。で、これからもまあちょこっとできそうな時間とかタイミングがあれば、ちょっと今日やり方をね、習得したのでちょっとコメント返し行っていきたいなと思いますので、皆さんぜひコメントの方入れていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、これからもね、YouTube の動画のコメント返しとか、やっていきたいなと思いますので、まあ、コメント返しもそうだし、動画にするのもそうだし、ちょっとずつねやっていきたいなと思いますので、皆さんのこう距離が近くなったらすごく嬉しいなと思うので、ぜひコメントしていただければ嬉しいなと思います。さあ、ということで次の動画でお会いしましょう。朝日奈恵でした。じゃあねー。